麻生工業は麻生高吉が経営した工業会社。かつては麻生グループの根幹を成していた企業である。1872年、筑前国鎌軍の商屋であった麻生高吉が炭工業に乗り出したのが麻生工業の起源である。その後1918年に事業を法人化し株式会社麻生商店を設立した。1941年に 阿蘇工業株式会社に改称した。戦時中、炭鉱業は重要産業であったため、各炭鉱には憲兵が配置されていた。戦後は、労働組合が結成され、納屋制度の一部が改善していった。1954年10月、阿蘇家が経営する産業セメント鉄道と合併し、阿蘇産業株式会社となった。しかし、石炭産業の衰退により、 炭鉱は次々と閉山に追い込まれた。そして1966年に炭鉱労働者は全員解雇され、セメント部門はアソウセメント株式会社に分社化された。アソウ産業も1969年6月30日に廃業、解散し、以降はアソウセメントがアソウグループの中核企業となった。現在の株式会社アソウはアソウセメントが 社名変更したものである。戦争捕虜戦前、ナや制度などがあり、労働環境が劣悪だとして問題になることがあった。筑豊地方において同社は、三菱系に次いで、朝鮮人単行労働者、被差別ブラック民が多かった。1932年7月25日には、朝鮮人による労働葬儀が起き、これは、筑豊全体に広がる大規模なものであった。 この背景としては、以下のようなものが挙げられる。などが原因となった。この葬儀には、全国水平者も朝鮮人側を支援。対する炭鉱側は、警察や暴力団員、特攻を動員して、葬儀は行われ、9月3日には、現職復帰109人、解雇191人をもって、この葬儀は終了した。1939年時点で、遊生炭鉱には、 約1000人の朝鮮人労働者がおり、労働環境は過酷で、ダイナマイトなどを使う危険な作業により1日に1人から2人は亡くなり、1940年代以降、朝鮮人労働者が大きく増えたため朝鮮人量が別途あったが、自由のない週刊所同然の生活だったと、中央日報は主張している。さらに賃金がまともに支給されなかったり、 日常的に暴力を振るわれたりするなどした結果、1944年に福岡県が作成した移入半島人道務者に関する調査表によれば、過酷な労働環境により、麻生工業の全労働者7996人のうち61.5%に上る4919人が逃走したとされる。2008年12月18日、 民主党の藤田幸久参議院議員の求めで開示された厚生労働省保管文書により、麻生工業には外国人捕虜300人が1945年5月10日から同年8月15日まで麻生工業を吉熊炭鉱で労働していたこと、うち2人のオーストラリア人捕虜が死亡していることが明らかになった。2009年4月、戦時中に炭鉱で 強制労働させられていた元戦争捕虜のオーストラリア人3名が親族で内閣総理大臣の麻生太郎に対して謝罪と保証を請求した。当時ワイヤールオープなどは配給制であったが麻生商店の社名が災いしてブローカーに配給の必要なしと配給が差し止められた人事がありこれを機に社名を変更することになった。当時 麻生産業は、東証二部上場企業であった。1969年当時の四期法によると、麻生太郎が、取締役を務めていた。朝鮮人強制連行と、麻生炭鉱退場マイナス労働争議に、警察、暴力団を動員朝鮮新報2006年4月5日、AB 麻生一族の炭鉱長用残国史異例碑に、朝鮮人の字も刻ませなかった。 中央日報2019年3月7日閲覧。http コロンスラッシュスラッシュ www.aftbb.com スラッシュアーティクルスラッシュポリティックススラッシュ2551429スラッシュ3 6 2 4 8 7 5 9に外国人捕虜、厚労省の公文書で明らかに、公人元捕虜、麻生首相に謝罪と保証を要求対戦中の労役問題で、 2009年4月24日 AFB ありがとうございます。